はいどうも、ナブチャンネル大ちゃんです。はい、どうも。本日はね、あの隣の阿部くん、阿部地水産さんでナマコ見つけてきたんだよ。ナマコで、ジュンジュン、こちらでございます。よし、で、私今ダイエット中なもので、こちらのナマコを料理して食べていきたいと思いますね。じゃあちょっと今出してみますね。はいはい、よし、はい、ナマコ、おお、あんだ、落っこってちゃったな、これ。ナマコくんでございます。じゃじゃん。こちら。なんか、取りながらじゃできねえな。お、頼むが、お、ちっちゃい。あ、いた。よし、はい。じゃあ、出雲の実地にお願いします。はい。大きいナマコだな。だいぶできてるな、これな。これ大きい。赤ナマコだ。高級ナマコだな、これ。なあ、サイズ感的におめえ、なんかちょっとじっちゃん、おお、これ、いきいかんな。跳ねてる、跳ねてる。握ってるうち、握ってきたら、なんだ、固まってくるんだな。うん、固くなってくんだから。なんだな。塩でもまねかダメだぞ、これ。うん、塩でもみはいいけど、おめえ、ちょっと。これ、縮まってこの大きさだからな、なんかだぞ、これ。ああ。じっちゃん、顔の隣さ、ちょっと乗っけてみろ。どのくらいやっか。何？大きさ。大きさはね、どのぐらいか、顔、顔の近くさ、向きって言ってんだよ。わかんねえな、なんだよな、なんだなんだ、わかんねえな、でっけんだ。あるな、500ペットよりでけえ、これ縮んでこんけだからでけえ、あ、いいよ。よし、じゃあこちらの方ね、ちょっと塩でもんで料理してもらいます。よし、はい、じゃあ塩もみ始まってからまた回します。はいはい、はい、じゃあね、こちらの方、はい、塩もみな、さっとな、ぬだとりだな、ぬだとり、あ、塩でもみもみしてもらいます。はい、だいぶぬられんな、こいつな。やべえな、これ。あ、こっちいいよ、俺は何もでもじゃん。まあ一回湯通しすればかっとあいつだべがんな。湯通ししてから今度この出せ、肝を初めに出してください。頭と傷切って、これから湯煎してください。なんだか気に入って絞っちゃってっかんな、これ。牛乳じゃねえな、だからやべ。あ、頭ポツッときっと出てくる、さっきと。まあ、これはちょっといい、グロテスクなんで、とりあえず一回動画を止めます。はい、えい、じゃあね、塩もみ終わったから、さっとね、ちょっとでかいから、いつも頭削るけど、サイドもらびな。あ、はい。じゃあ腹の中身出してくださいよ。おおお。ある程度中出したんだけど、一回な。残ってっぴから。肉厚もなかなかじゃねえか、これ。なあ。あ、いいナマコだな、これ。いや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 、でこの中のこの綿ね、腹の綿、腹綿を取って、これ逃がしそうまで塗った取り付けだな。うん、さっき揉みながらあらかた中出しちゃったかな。なんか綺麗だべ。な、何もねえとこいだな、なんかな。よし、じゃあこちらの方に一回あのあちらでお湯沸かしてるんで湯煎をしてきますね。じゃあまた会いましょう。はい、はい、うん、じゃあね、とりあえずこうお湯を沸かしておきました。じゃじゃーん、こちら、はい、こちら熱湯になったんでちょっと塩入れます。はい、塩入れます。はい、そしたらばここにさっきのナマコ、こちら。な。けど、くぐすぐれなんだべな、これな。はい。ちょん。ちょん。よし。はい。ナマコを投入しました。よし。はい。これ多分生でもこのままでも食えんだけど、さっと湯通しして、それから食べたいと思いますね。いやー、どんなんだっぺな。うまそうだな。よし。じゃあまた後で会いましょう。はい、ナマコちゃん後でね。はいはい。はい、じゃあね、こちらの方ナマコ
さっと湯通したんだけどね、皮むけちゃったな、これ。まあ、自家用だからな。で、こちらの方を、入ったな、ポン酢。ほんと、ポン酢で食うとか、あと、わさび醤油とかね、基本刺身して食うやつだからな。よし、じゃあ、こちらの方ね、ただ、カットだけして食べてみたいと思います。よし。いやあんまり見た目いくねないからな、もこはな。まあ、でもこれ食感がいいんだな。味も食器もねえんだけど、食感が好きなんです。ダイエットにはもってこいの食材でございます。じゃあナモコちゃんカットしちゃいます。はいはいはい。じゃあね、こちらの方ポン酢ちょっとね、サラサポン酢行ってきたから、ポン酢につけるのと、あとお刺身で食べるのとな、ちょっと両方で食べてみたいと思います。ちょっと大きいからな、まだ半分の半分に割いてもらうかな。これ半分に切ったって普通のナモコより大きいかもしれないな。これおっきいな。あの子たちこれブツブツ切って入れるだけなんだけどね。なあ、ただあんまり大きく切ると硬くて感じるんだな、薄く切んねえと。うん、入れる氷切ってやな。ああ、マネージャーに取ってねえだべ、マジ取ってんのか、さっそくやってくれ。時間ばっかり食っちゃうね、食わに食っちゃう。これはい、やっと切り始まるみたいです。こうやって薄く切るの硬くて感じがあんな。あ、切りづらいな、あんたたちな。あ、すびっかんな。すびるを掴んで切ると切りにくいし。4分の1で1匹分だな、これな。だいぶでかいんだろ、本当に。まあね、こんな感じに薄く切ってもらって、ね、薄く切って、はい、薄く切ります、はい、薄く切ったらば、あとはこっちのポン酢にドン、ね、それで一品完成でございます。あとはこんな感じでまた薄く切ってもらって、こいつを皿盛りして、あとはお刺身をね。よし、じゃあな、こんな感じで切ってる動画撮ったからだ。あとは出来上がりを楽しみに待ってみましょうね。よし、じゃあまた後でよい。はい、薄く切ってからね、一回こいつもまたしようも、これぬらなんぼでもでっからぬらな、これ。いやー、よし、だから塩もみをしてぬらを取って、よし、あとザルカゴで水分を取ったら、こちらのポン酢ちゃんにドカーンと入れちゃいたいと思います。よし、じゃあね、また後で。はい、これなんか実変わったわさびだな。なんだ、なんつのクイズだ。おかわさび。おかわさび、うん、へー、これ白いわさびなんだけど、ほんとわさびなんだ。これこの辛くねんだ、あの香り強いんだ。辛くないわさび。辛くなかるのはあるんだ。あ、けど薄いってことね。ちょっと何ミリ目って、なんか白い、本当だ。あ、わさびの匂いするな。ああ、ああ、で、ね、生わさびだな。生生のな。けど、あの大がさ出てくるわさびで、まあこんなのしてから、これをつけて食べてみたいな。これと、あ、色が、うん、色がいいんだ。なんか実がどこから見切ってきたみたいですよ。はい、あとこいつはこれ家でわさびね。あ、これが普通のわさびね。うん、こいつと合わせて、こいつと合わせてつけて食ってみる。
そうそう、いやまあ2種類のわさび、うん、とさっきのポン酢な、よし、うん、よし、じゃあではサラサラドコッと持って食べていきたいと思います。はい、うん、じゃあね、料理の方完成しました。こちらでございます。じゃじゃーん、はい、ナマコポン酢、これはあんまり酸っぱくないポン酢な、なんか柚子ポン酢みたいなやつと、ナマコです。はい、本日は実食、お兄ちゃんにまずしてもらいます。はい、よろしくお願いします。よろしくね。はい、よろしくね。よし、食ってみろ、よりより。え、どうだ、アガナマコだろうな、アガナマコ買って。何買って。あがめ、俺の茹で方、おめえ茹ですぎか、うん、え、茹ですぎ、茹ですぎじゃん、元々これなんだ、おめえあれだな、なんだ、ポン酢味の、ポン酢味のなんだ、ナマコだね。え、こいつはポン酢味のナマコだね。噛めば噛むほどホヤ、ホヤの味な、薄いホヤみたいな味するんだな。磯の香り、磯の香りっつうのか、なんか石鹸癖っつうんだ俺この部屋の。え、石鹸癖ような感じだよ俺はな、俺の感じ方が。おめえの嗅覚は相変わらず入ったな。まあいい、あとはこう醤油で食うみたいな。どうだ、はえ、どうだ、おめえ、あ、これあれだな、ポン酢じゃね、つけてんのは、うん、ポン酢吸ってるから、うん、食いやすいけど、なおすごい、あの歯ごたえ、歯ごたえじゃなくて硬さは一緒だけど、あ、匂いな、磯くせっていうか、石鹸くせっていうか、これ、それ実なんかべ、わさびはわさびだったけど、これ肉で食うわさびじゃねえの、だ、え、なんかローストビーフだけやっけ、ローストビーフにつけてるだ。どうだ、合うか、なんかごまかしになる、ごまかしにはなる、何をごまかすんだ、ん、臭さ、臭さ、臭さっていうか、うん、生臭いの臭さ、こんなにおめえわさびくっつけたら軽いんじゃねえのこれ、こんなちっちいのさ、うん、そうだ、おめえ辛め、うめ、うめべ、うん、わさびの味しかしないからちょうどいいよ。本当か、うん、食った、うん、3000円でいいか、高えな、高えな。じゃあ、あとケンジにもらっとけ。あ、ケンジ、ケンジ来ねえな。で、あ、ディズルが来んの。あ、まあいいや。じゃあ、今度おめえ食ったらいいよ、これ。ね、じゃあ、俺食うから、ちょっと俺のこと取ってろ。よし、よし。はい。はいはい。いいよ。じゃあね、あの、私も、ちょっとこちらの方、実食してみたいと思います。よし。じゃあ、まずこの生コス。こちら。いただきます。うん、磯の香りして、ああ、でも結構スースってから、うめえな、うん、うめえな、ポン酢のいい香りする。これよ、実はよ、ダイエットするのにも使ってきたんだよ、ダイエット食で。これ実中の何か言ってる白いわさびな、まさび、白いわさびをじゃあこちらいただいてみます。それナマコに曲げっかね、うん、いや、でもわさびの匂い結構すっと、これ香りして、うん、せやせや、香りくんが食べられる、緑の方のわさびも、うん、こちら普通の練りわさび、はい、いただきます。白が一番うまい、俺はな、うん、好みだな。塩で食ったら塩。塩だったらこのままだって塩もみしていくからおめえ。いやね、洗ってて。あ、俺はわさびなくてこのこれ磯臭いの、このままな、このまま食った方が好き。これ。これだけ見たら何だか分かんないよ、これ。このまま、このまま、このままこう。うん。あ、醤油ぐらいよけって言われたけどな。このままこうやって醤油をペタペタくっつけて、うん、これうめえ、これ安出来さんじゃねえ俺は、ね、ぬらぬらしてきたけど、なんか大丈夫か、ぬらぬらしてんのおめえ、おめえ、ってこと言ったおめえ、
やめなさい。どれ。このバカ者やめなさいよ。よところでおめえ、あいつはなんだっけ、ナマコはダイエットに行ってたんだっけか。え？カロリーが少ない。あ、カロリーが少ないってうちのママちゃんが言ってたんで。栄養満点だ。栄養満点。高タンパク質なんだよなこれ。なんか感じてくる。そうなのか。栄養満点、低カロリー、うん、ダイエットには持ってこいということで。でも俺は柿の方がいいな。え？柿？俺は柿の方がいいな。俺はナマコ、これいっぱい食いもんだって、うん、カロリー少ないんだべこれも。カロリーほぼほぼないよ。だべ。おしゃらめこいついっぱい食った方がいいべ、歯ごたえあるしよ、あごは鍛えられるしよ、めカロリー少ない、最高じゃねえか。明日明後日であれ、あのエラ張ってるかもしれない。食いすぎた。成長して、やべえだわべ。お前いいやろ。まあとりあえず本日は隣のアビッチさん、アビッチさんから買ってきたナマコでございました。これね、はい、まあこれが俺のダイエット食です。はい、ダイエット食でございます。ぜひあの見つけたら皆様もこんな感じで食べてみてくださいな。好き好きあるな。まあそうだ な。まあ俺は好きです、うんうん、まあこれ食う酒飲みなくなんだな。俺は、まあ、俺酒飲みでもこれ食わねえからな。お酒飲まないで我慢します。まあじゃあまた皆様会いましょう。そういうことで、はい、じゃあグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。はい、バイバーイ。バイバーイ。